皆様こんばんは9月15日の d ニュース小島千里がお伝えします本日のニュースの一覧ですテレビラジオなど既存の情報媒体の収益源が続いています総務省は13日令和2年度の民間放送事業者の収支状況を公表しました主要なテレビ局ラジオ局による売上高は前年と比べ11.7%減り 影響損益もも減減り、いずれも減少しましまた先に発表された広告大手電通による媒体別広告費ではテレビやラジオの広告費が落ち込む中インターネット広告はこの数年で急成長し人々の情報入手先の変化がますます鮮明になりました。 デジタル化の加速でインターネットを情報入手の媒体として選択する人の増加は広告費の変化から見ることができます。電通が3月に発表した令和2年の日本の総広告費では、媒体別で見るとインターネットが総広告費の36.2%を占めるようになり地上波テレビでは25%、新聞は6%でした。日本の総広告費は 6兆1594億円で前年と比べ約12%減りましたこれは東日本大震災の2011年以来9年ぶりのマイナス成長となりましたまたコロナ禍における外出・移動の自粛により巣ごもり需要が拡大し総務省令和3年度情報白書によればインターネットトラフィックは前年と比べ150%以上の増加を示しました テレビとインターネットの利用時間も逆転しました総務省が8月25日に発表した2020年度の情報通信メディアの利用状況に関する調査によれば平日のネット平均利用時間がテレビの平均視聴時間を初めて上回りました次のニュースです中国の住宅市場が崩壊する兆しが見えサブプライムローン危機の再来化と話題になっています 中国当局はこのほど北京市や上海市など大都市の住宅市場に対して価格上昇禁止令を出しましたその一方で中小都市の住宅市場には値下げ禁止令を発動しました専門家は中国は現在2007年に始まったアメリカのサブプライム住宅ローン問題の二の舞を踏もうとしていると警告しました中国人ジャーナリストの王健氏は ラジオフリーアジアに対し当局の住宅価格の上昇や下落の介入について中国当局は安定維持が最も重要な課題と考えているためだ中国当局は過去5年間絶えず市場介入を行ってきた目的は住宅市場の過熱化を避けると同時に価格の暴落を防ぐことだしかし市場介入は最終的に住宅市場の崩壊を起こすことになる 今この兆しししが現れていると指摘しました。中国の地方政府は財政上土地の使用権を企業などに譲渡することで得た土地出場金に頼っています王氏は不動産・住宅市場が冷え込むと地方政府の幹部は非常に不安になるだろう不動産・住宅価格が下落し続ければ中国の銀行や金融機関も不良債権などの急増で金融的な不安が起きると述べました。 中国メディア時代週報によると今年に入ってから9月5日まで中国国内では少なくとも274社の不動産企業が倒産しました平均で1日に1社のペースとなります在米中国人経済学者の李光成氏は中国は現在十数年前にアメリカで起きたサブプライム住宅ローン危機と同じ局面に直面しているとの見方を示しました最近 EU は 中国への輸出を厳しく管理する大改正案を承認しました。アメリカのラジオフリーアジアによると、欧州議会は9日、欧州連合当局が提出した輸出管理規制法規の改正案を承認しました。改正案は人権の保護と人間の安全保障の観点から、ドローン、特定の化学薬品、 顔認証などのサイバー監視技術製品など民生と軍事の双方の用途に利用可能な二重用途物品に対する輸出規制をさらに強化しました。欧州議会のマルケタ・グレコロバ議員によると EU は二重用途物品の輸出規制改革で人権の保護と人間の安全保障を EU の輸出政策の最優先課題に位置づけました。 議員はサイバー監視技術製品の輸出規制強化と企業側への情報開示要求で我々の顔認証技術や他のハイテク技術が人権を侵害している中国当局や他の全体主義政権にわたることを防げると述べました。同議員は新疆ウイクル自治区での人権問題をめぐって中国当局が3月欧州議会の議員5人を制裁対象に指定したことを非難しました。 中国当局は反対制派を排除するだけでなくサイバー監視技術を通して中国国内や欧州にある企業の内部を支配しようとしているこれは全く受け入れられないと議員は指摘しましたニーゼ・シュラインマーハー議員は新疆のウイグル人収容施設や香港市民の民主化運動への弾圧を挙げ欧州の技術は EU の価値観に反する国に利用されてはならないと話しました ニュースを続けます。中国のサイバー攻撃の内容に変化が見られます。アメリカの前国家安全保障局局長、前サイバー軍トップのマイケル・ロジャース氏はこのほど、中国のサイバー攻撃に関する見解を示しました。初期の頃の攻撃は諸外国の知的財産を盗むことを重点としていたが、現在ではインターネットで情報、世論を操作し、イデオロギー分野に及んでいると指摘しました。 2014年から18年まで、オバマ政権とトランプ政権で国防総省の国家安全保障局長官を務めたロザー主氏は9日、アメリカシンクタンクヘリテージ財団の会合で、中国、ロシア、北朝鮮など主要な台米サイバー攻撃国家の特徴を比較し、当初、中国のサイバー諜報活動は伝統的なスパイ活動の延長だった。主に知的財産を盗み、 アメリカや西側との経済競争で優位に立つことが目的だった。そのうち中国側はサイバー攻撃能力をもっと幅広く活かすことを考え始めた。インターネットで中国に有利になるように情報、世論操作をしたり、偽情報を拡散したりしている。5年前まではそうではなかったが、今はまさに進行中だ。と述べ、中国のサイバー情報活動について方向転換していると分析しました。 ロジャース氏はアメリカ政府がサイバーセキュリティにレッドラインを設けていないため外国のサイバー攻撃者は恐れることなくアメリカの反応を試そうと攻撃を仕掛けていると苦言を呈し相手は我々を試し続けている高い対価を払わせるまでやめないだろうと述べました最後のニュースです中国がミャンマーとの国境で国際条約違反を指摘されました 中国当局はミャンマーとの国境地帯で地雷を埋めたことが明らかになりました。ミャンマーの高官自治区政府が中国当局と交渉を行った結果、中国側は今月1日、地雷の撤去を始めました。中国当局は昨年以降、国民のミャンマーへの不法出国を防ぐために、国境地帯で1000キロ以上の有刺鉄線を張り巡らせました。 その後、中国雲南省の国境地域で地雷を埋設しました。アメリカのラジオフリーアジアによると、ミャンマー高官自治区行政委員会は9日の通知で地雷の設置を地元住民に知らせました。中国側と交渉した結果、中国当局は9月1日から10月31日に地雷の撤去作業を行うとのことです。1999年に発行したオタワ条約は、 対人地雷の使用、開発、保有等を禁止しししていまます2020年12月時点で約カ国が署名しました中国当局は未締結国でありながらオブザーバーとして締結国会議や他の関連活動にすべて参加してきました中国国内の学者はラジオフリーアジアに対して戦争が起きていない現在中国当局が国境管理対策として国民に 対人時代を使うのは全く人間性がないと言えると語りました。ニュースは以上です。今日は思わず共感してしまう動物のニュースをお伝えします。アメリカのコネチカット州の高速道路にいた月のワグマの親子、多くのドライバーや警察が見守る中、熊の親子は道路を横断しようとしています。 母熊は一匹の子熊を加えて道路を横断し、その後ろを二匹目の子熊がついていきました。三匹目の子熊はママの後を追い、とてとてと自分で道路を渡りました。しかし、子育ては難しいものです。四匹目の子熊は自由奔放で兄弟についていかないところが、電柱に登って遊び出してしまいます。 やれやれと母熊は三匹の子グマを茂みに隠し、すぐに電柱の方にやってきて子グマを引きずり下ろしました。ところが今度は隠していた子グマがママの元に走って戻ってきてしまいました。困った母熊は子グマたちを交互に加えて運び、ようやく親子は共に対面にある林に無事移動することができました。この映像はインターネット上でトレンドとなり、 数百万の再生回数を記録しましたこの映像を見た人はこのクマは母親の完璧な見本ですどの種族の母親も子育てには多くの忍耐力が必要ですねとコメントしました子育てというのは人間も動物もみんな大変なものですね周りの人でサポートしていきましょうそれではまた明日お会いしましょう当チャンネルの動画は 広告表示が停止されました。私たちは収益の減少により、記事及び動画コンテンツ作成に支障が出かねない状況です。私たちは、かねてより、私たちのメディアとしての姿勢にご賛同いただける企業、個人の皆様方から、広く寄付金を受け付けています。ぜひ、私たちの活動の充実・発展のために、 格別のご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。